これはみんな目から鱗なはず。だって私も無理やと思ってたもん。食べ物でストレスを感じてた方もちょっと心にゆとりができるんじゃないかな。結構匂いしますか？これ鳥出しの匂いしますか？やっぱじゃあ鳥がきついですか？じゃあゆうちゃん一人がかっこってな。ちょっとだけ待ってやで。充電器。僕で尺稼ぎすな。よろしく頼む。ようやった。よう画面つないどいてくれたな。じゃあ、開いた。爪めくれた。やばい、死んだ。痛い痛い痛い。ちょっと待って、爪めくれた。死んだ死んだ死んだ。ほんまに爪めくれた。怖い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 。どうなってんのこれ。見る？でも死にかけてる爪やったんかなこれ。見る？事件すぎる事件すぎる事件すぎる。どうしたらいいの？てかあれなんですよね、ウルトラマラソン走った日から足の人差し指の爪両方がなんかちょっとおかしくとなってて、色もおかしかったんですよ。でも左の爪は予想外すぎる。もうこれ終わりやん。ちなみにこれは、ほくろに見えますがニキビです。今日は何すんねん何すんねん何すんねんって感じだと思うんですけど、この音でわかりますか？ようちゃんがこう反応したということは食べ物です。本日はですね、私の大好きな大好きな大好きなセブンイレブンに、毎日のようには行ってないんですけど、でもほぼ毎日行ってるわけですよ。なんて言ったら塩豆大福。塩豆。あ、ちなみにもさっき食べたんですけど、塩豆大福があるから、幾度となく最近はもうセブンイレブンに入り浸ってるわけなんですけども、でも私減量中っていうのはずっと言ってて、減量中なわけですね。で、一緒にダイエット頑張ろうって言って頑張ってくれてる方もいると思うんですね。各々その自分のカロリー内で工夫して食事も楽しみながらトレーニングも頑張りながらやってると思うんですけど、やっぱさ減量中とかダイエット中ってさ、もうこれは絶対食べられへんみたいなものってもう自分の頭の中であると思うんですよ。例えばチーズ、脂質を抑えてるか炭水化物を抑えてるかによって人によって全然違ったりとか、もちろん男性と女性でもう全然カロリーのさ幅とかも違うからマジで人それぞれだと思うんですけど、私で言うと減量中チーズ、しかも私は今ローファットでやってるわけでチーズとか無理じゃねって思ったりとか、あと何やろうな、ラーメンとか無理じゃないとか思ったりするわけじゃないですか。多分多くのこの考えは一致してるかなって思うんですけど、そんな中でこうセブンイレをプラーって見てて、お、何この商品とか、お、これ食べたいなって思った商品をフラッてマクロを見た時に、あれみたいな、え、これ意外といけるやんみたいなのが意外と多かったので、ここだけの話なんですけど、セブンイレとか、ファミマローソンとかもそうなんですけど、サイトあるじゃないですか、ホームページみたいで、そこに商品の詳細とかが載ってるんですよ。今売り出されてる商品で、しかもちゃんとマクロとかも書いてあるのね。でも暇な時とかそれをチューって見たりするんですよ。そしたらさ、意外とこれ食べれるやんみたいなのもあるわけです。ということで今回は私の愛用しているセブンイレブン行ってですね、これさ意外と減量中いけるやん、あ、これ無理やと思ってたけどいけるやんシリーズで今回は動画を撮っていきたいと思います。これはみんな目から鱗なはず。だって私も無理やと思ってたもん。これを知ればなんかちょっと食べ物でストレスを感じてた方もちょっと心にゆとりができるんじゃないかな。あ、先に言っておきます。今回また小麦パラダイスです。っていうのもなんか私も小麦を制限してるわけじゃないけど、なるべく小麦を取らんようにしてたりとか、なるべく玄米とかで炭水化物を取ってるねんけど、最近やっぱ小麦食べてーってなるんですよ。で一食だけ小麦にしたりとかしたりしてるんです。毎日じゃないけど、そんな中でやっぱりねコンビニとかは小麦が多い。いろんな人の話を聞いてもやっぱりね小麦やめられへんって人が結構多いんですよ。小麦って結構中毒性あるからやめられへんっていうのも分かるんですけど、だから小麦も多いんですけど、その辺も一食これに置き換えるのであれば全然 OK みたいな感じなので、とりあえずそれを紹介していきたいと思います。最初こちら米粉を使ったブール。私ね素朴なパンとか好きでこういうの大好きなんですけど、このねもちもちしてるこのパン、これは1個あたり103キロカロリーでタンパクが 3.2 の脂質が2やねん。で炭水が18で、これ2個食べておにぎりぐらいになるかな。脂質が2で抑えられてるパン、これはパン
がどうしてもやめられない、でもダイエットがしたいっていう人の最大の味方やと思います。まあ、これベーグルみたいな感じじゃないですか。でね、ちょっと砂糖とかも入ってるんですけど、マーガリンも入ってるのにしては脂質にいてすごいな。まあ、とりあえずこのふにふにしたパンが、まあこれは減量中ダイエット中でもいけるんじゃないって感じです。で今回選んだ基準として、私自身で言うと1日30の脂質を取れるんですね。まあ、なので1食脂質が10以下であれば、お許容範囲内やなって私はなるので、まあ、その基準で今回選んだので、そこだけはご了承ください。とりあえずね、次衝撃的なのがこちら。嘘やんって感じじゃない？明太風味和風和風明太子ドリア。こちらね、聞いてください。これなんと脂質がね 7.3 しかないので、炭水が 66.9 やから若干多いかなっていう。でタンパクが11なので意外とねいいんですよ。てか私こんなん減量中食べれんねやっていう衝撃が走ったんですけど、とにかくさ、こんなんが食べれるなんて衝撃じゃない。脂質が372カロリーが372です。チーズが入ってるのに食べれるっていうのは正直ちょっとハッピー。知ってました？これで次がじゃあラーメンシリーズいきましょう。これユッケジャンラーメンってラーメンなんです。ラーメンやのになんとね341キロカロリーしかなくて、炭水も43、おにぎりぐらいじゃないですか。でタンパクが21も入ってて、なんと脂質10.1。まあこれもね小麦粉なんですけども、韓国料理食べれるのみたいな感じなわけですよ。でこう炭水が43っていうのがちょっと嬉しいよね。麺ってさ結構さ70とかいくイメージじゃないですか。でも43だから、この重量感も、まあ、ちょっと重量感はさすがにさ伝わらへんねんけど、これでさ341キロカロリーって、これは韓国フェアやってる間はに絶対みんな食べたいんじゃないかなと思う。次がですね、ラーメンシリーズのもう一つ、これは新発売で出てたんですけど、鶏だしスープの冷やし塩ラーメン。これね炭水が61で、ほらさっき言ったみたいにちょっと炭水が多いねんけど、61でタンパクが17で脂質が 5.3 でカロリーが359ということで、あのこちらのカロリーとあまり変わらないという、脂質が少なくなった分炭水がちょっと多いって感じで、私にとっては結構嬉しいマクロですね。私炭水今ちょっと多めで取ってるので、これすごく嬉しいマクロとなってる。これ匂いますか？結構匂いしますか？これ鶏だしの匂いしますか？やっぱりじゃあ鶏がきついですか？でも大体さセブンイレブンの新商品ってさすぐなくなってるイメージなんですよね。なのでこれまたもや皆さんが見つけられない商品の一つになるかもしれないんですけど、この新発売の鶏だし冷やし塩ラーメン、こんなん食べれると思わへんっていう商品になっております。で次がこれもちょっと衝撃やった、やばい溶けてきてる、豚カレーうどん。これさ絶対無理やんこんなん、なのに意外と脂質が 6.4 なんですよ。カロリーも373、やめて。炭水が67でタンパクも13で、まあ、脂質が 6.4 なわけですよ。まあ、カレーってやばい、なんでカレー出てるの？まあ、カレーって減量中実はいけるじゃないですか。減量カレー私乗せてると思うんですけど、まあ、カレーって意外と減量中いけるんですよ。けどさやっぱりこういうさ、なんかコンビニとかに売ってるカレーは絶対無理やと思うし、なんならさ豚って書いてるから、豚とカレーはもう絶対にあかん相性のやつやん、絶対にうまいやつやん、カロリー高いやつやんってなるじゃないですか。なのにいけちゃうの？脂質が 6.4 なの？なんかもう疑ってしまうようなマクロやったんですけど、このカレーうどんに関して。でもさこのセブン様が作ってるこのカレーうどん、まずいわけないじゃないですか。まあ、そんな感じでこれが意外と食べれる、これ冷凍売り場にありましたということで、ラストですね。ようちゃんラストは、私もようちゃんもちょっと盛り上がってきました。ラストがなんとブリトー濃厚トマトのマルゲリータなんですけど、これさよく見るじゃないですか、セブンイレとか、まあファミマとかにも売ってんねんけど、これね1個279キロカロリーで、タンパク13の脂質が10.2、炭水が 34.5 ということで、まあ、さっきから言ってる私の許容範囲内ではあるっていう感じのマクロになります。まあたださっきのラーメンとかに比べると重量感もないし量も多くないし、手軽に食べれる大きさにしては279キロカロリーちょっと高いかなって感じだけど、どうしてもあると思うんですよ。チーズ食べたいとか、
どうしてもピザみたいなのが食べたいみたいな欲がふつふつと出てくる時あると思うんですけど、そういう時にこれ意外といけるかもね。これで脂質重は信じがたい。だってこんなにチーズが入ってんねんで、しかもさ、セブンイレブンのさ、これってさ、こういう絵ってだいたいこうやって書いてるけど全然入ってないやろうとか思うじゃないですか。マジでセブンイレブンはね、この通りに入ってる。これはね、好きでめっちゃ食べてる時期があったんやけども、マジでこの通りに入ってる。毎日一食これはさすがになしかなって思うけど、1週間に1回の1食分だけとかで収めれるなら全然ありなんじゃないかなっていうマクロだったので、これはいいと思って買ってみました。やっぱさ、これで今回全部終わりなんですけど、まあ、意外とさ食べれるやんみたいな、意外とこんなんいけるやんっていうの多くなかったですか？私はね、こんなんもこんなんもってなったわけですよ。で、全部マクロもさ意外といいじゃないですか。まあ、なので、なんか知ってたら、あ、もう今日はちょっとハメ外したいけど、でもそんなマクロ的には外したくないねんなっていう時とかに、まあ、これを知っとけばね、なんか、あ、今日はじゃあラーメンにしようとかできるんかなって思って紹介してみました。やっぱ日本のコンビニはね、揃いすぎてるがゆえに誘惑も多い。まあ、だから一番はコンビニに入らないことだと思うんですけど、まあ入っちゃうと思うんですよ。まあ、そんな時にもね、まあ自分の味方はおると思えば心強い。自分が全部食べれないと、こうのも食べれんのか意外とって思えば、なんかこうしんどくないんじゃないかな。あれも無理、これも無理、全部無理なんですって思うより、意外といけるものってあるって思っとく方が、こうなんか心の逃げ道になれるような気がするので、まあストレスが溜まってんねんという方はこんなん食べてみたらいいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画は以上になります。今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。そんじゃ、バイバーイ。